はいどうも、またですね鉢を作りまして、今回はですね5つほど、お渡しできそうなものが出来上がりましたんで、そちらをね1個ずつ紹介していこうと思います。はい、こちら1個ずつですね、紹介していこうと思うんですが、とりあえずこの5つになります。じゃあ1つずつやっていきましょう。はい、まず1つ目です。まあ僕がよく作るあのなんか青いやつですね。まあこんな感じになってます。ちょっと全体的に今回は、ボコボコしたねテクスチャーというか、表面の感じになってます。大きさはですね、だいたい逆さまですいません、こんなもんですかね。7センチの、縦横だいたい7センチぐらいですね。で高さが、3センチもうちょっとかな。この端っこのね、このピヨンとなってるとことかだと4センチぐらいあるかなっていう感じです。中はね2つ穴が開いてて、こういう風に溝切ってあって、針金で留めて使えるようになってます。はい、まず1つで、次がこれですね。はい、茶色っぽい感じに、これ何色って言ったらいいんだろうな、なんだろう、くすんだちょっと何色だろうな、灰色じゃないんですけど、なんかきな粉をもうちょっと濃い色にしたような、そんな感じの色になってます。こんな感じですね。ちょっと砂っぽいような印象ではあるんですけど、カメラで見る限りそうですけど、手で触るとそこまでその砂っぽいって感じでもないですね。ちょっとガサガサした感じのマットな仕上がりになってます。で中こんな感じになってて、後ろこんな感じですね。これ赤土ですね。で大きさは、まただいたいちょっと逆さまですいません、7センチいかないぐらい、 6.5 センチの 4.5 センチぐらいかな。丸っぽい感じなんで、7センチ7センチぐらいですかね。はい、これ2つ目です。で3つ目がちょっとね、これはまたね、思った通りじゃなかったんですけど、面白そうなんで一応出してみて、誰も買わなそうだったら僕がね遊んでみようかなと思ってます。さっきのにちょっと似た感じなんですよね、赤土でなんですけど、ちょっとこうなんていうんですか、茶色と白の中にこうブルーというか水色っぽいのが少し入ったような感じになってます。一応個人的にね作ったその鉢の正面としてはこの位置ぐらいかなと思ってるんですけど、ただね、なんか裏面の方が面白かったりするっていうちょっと残念なのではあるんですけど、もし気に入ったら買って使ってみていただければなと思います。さっきのよりちょっと大きくてですね、そうだな、7.5 から8センチぐらいかな、横は。縦横だいたいそれぐらい。高さはこんなもんですね。はい、こんな感じになってます。でこっからがですね、またちょっと僕の思ってたのと違う感じになってて、これ四角ですね。四角い鉢になってます。赤土です。でこんな感じになってて、茶色の中に青、水色かな、水色、でも肉眼で見ると青寄りの水色って感じですね、と白が入ってる感じですね。本当はね逆にしたかったんですけどね、もっと青強めに出るとよかったんですが、これはねちょっとテカテカしてる艶がある感じになってます。ちょっとね盆栽鉢って言われると少し難しいかなと思うんで、多肉とかねサボテンとかそういうの入れるといいかなと思ってます。個人的にはこういうのを入れるとね、こういう色のサボテンとか入れると、ちょっと難しいな、こんぐらいかな、こういう色のサボテンとか入れるとかっこよさそうだなと思ってます。あとはこれね、また売れなかったらパイナップルコーンってわかりますかね、ソテツの仲間でソテツキリンっていう名前なんですけど、それを自分で買って入れてみようかなと。ちょっとなんて言ったらいいの、東南アジア的な、あとメキシカン的な、エスニック的な、そういう植え方をするとかっこよさそうだなって鉢ですね。はい、一応大きさはですね、またちょっと逆さまですいませんね、7センチ 7.5 センチぐらいで、横は6センチぐらいかな。で高さはこんなもんですね、さっきと同じぐらいです、3センチちょっとぐらいかなになります。で似たような感じで今度白い土にですね同じ釉薬使ったら、こんな感じになりまして、ちょっとクリームがかった中に
なんて言ったらいいんだろうな、水色と紫と白が入ったようなそんな印象ですね。うん、あの言うなればそのガスとかライターの青い炎の感じですかね、の色です。これもねクリームのとことその青いとことの対比がもうちょっとね青寄りだったらよかったんですけど、まあこれまたちょっとね、まあ、こんな感じになってしまったんで、これもさっきと同じように多分こういうの入れるとかっこいいだろうなと思ってるんですけど、まあこういうタイプのサボテン入れたりするとかっこいいかなと思いますね。ちょっこりのっけてみようかな。うちのサボテンがあまりのなくてちょっとね、うん、見栄えが良くなくて申し訳ないんですけど、こういう感じの入れるとかっこいいかなと。ちょっとメキシカンっぽい感じですかね。うん、そんな感じのが良さそうかなと思います。これもサイズはまあ大体同じですね。7センチぐらいの、まあ、縦はそうだな6センチくらいかな、縦というかまあ奥行きか、で高さはこんなもんですね。はい、中はこんな感じになってます。まあ、個人的にはね今回なんかこれが面白くてよかったんですけど、まあ、使うのは相変わらず僕の鉢はですねちょっと難しいと思うので、まあ、そういうのも使ってみて楽しんでみようっていう方だけですね、買ってみていただければと思います。普通に出来上がった木を入れると逆にミスマッチを起こすと思うんで、僕のはですね1000円ぐらいで売っているポリポットをそのままこう抜いてポコってるとちょうどなんかいい感じってなるような鉢ですので、これですね、まあ、そういうの試してみたいっていう方に向けてですね、まあ、ご紹介でした。ベースの方でこの動画がアップされた後に、まあ、公開して販売しようと思いますので、ぜひですねちょっと買って試してみたいなと思われる方は下にね、アドレス書いておきますので、そこから飛んで、購入いただければと思います。はい、今日はこんな感じでご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。ではまた。